うわ、これ厳しいな。で、今日つけないかもしれないな、これ。え、これさ、エンジン使ったらアウトだよね。そうだね。そこまで深くないのかな。ちょっと止まって、ガーって行った方がいいんじゃない？いや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 。この辺で止まった方がいい。いや、止まんない方がいいよ。いや、やばい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 。やばい。おー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 、すごいすごいすごい。クリア。すごいよ、俺。焦った。これ不幸不幸ってレベルじゃないよこれ。2人分2人だから倍返し倍返しだよこれ不幸の。タワーみたいな。12時に着くって形でいいかな。うん、余裕見て12時半でブッシュに行ったから。うん、今富士川ですってライン来てたわ。分からない、知らない、その情報またやんだよ。あれちょっと何なの。ここ2、3年そうなの。なんで。いや、ここ2、3年そういうの本当だったなって言ってたけど拾うことこの距離で聞こえないから。本当どんなよね。空気抵抗やばいよね。そんなものに抵抗されてる。それも聞こえない。これも聞こえない。16日9時に、明日の朝9時には浜松市の南約30キロ。これやばい、怖い。あ、まあそんなとこなんだ。9時って朝の9時。ん、朝の9時。朝9時。あ、それアウトだね、マジで。直撃じゃん。え、これ台風関係あるでしょ、この雨は。関係して、だから相当でかいんだ。まだ来てないのにこの雨だ。来てないのにこの雨だ。これ結構本当にまずい。って言いながらもう向かってるけど。もう行くことは今日一泊するから。そん時はそん時だ。まあそん時はそん時で。しょうがない。二人のせいだから。久しぶりだ。お久しぶり。白いね、今日。今日白いです。爽やか系じゃない。今日はそれ汚れ事になるよ。おろしたてだね。あ、大丈夫です。もう一枚シャツ持ってきたんだ。多分そのもう一枚のシャツも白いです。なんかもうね、大体買ったんだ。大体買った。豚足。とりあえずぶち込んで、豚足も。ああ。だし的なもので。ないんだよ。ああ、いいな、コロッケとか。なんか食いました。全然食ってない。あれ飯食おうよ、昼飯。はい、どうぞ。これうまそうやね。いいですか。いやー、いきます。素晴らしいよ、これ。ウニサヨリ。うまぼやける。ダメだ。うまっ。外人。うん。あ、うん。日本の寿司で一番好きなメニューってサーモンらしい。やっぱ油乗ってるから。マグロよりサーモンの方が。やっぱサーモンらしいね。慣れてますよね、うん、サーモンそうね。唯一長で食うから。カリフォルニア巻き出しなんだ。最後の晩餐は寿司がいい。なんかイメージと合わないけど。俺はずめでいいかな。リアルな話だよ。リアルな話だよ。昼は寿司夜は2回制あるよ。それずるいよね。だったら俺フライドポテトどっかに。本当に最後の晩餐だよ。いや、でも食いたいですね。ポテトいいの。これね、ポテト若干ネタみたいな感じで取られると取れるかもしれないですけど、うん、結構本気です。最後の晩餐一品だけでポット出たいっすよ。でも M だよ、 M、 しかも M サイズ。あ、 M だとちょっとシソもらう。嫌いなものあります。
カリフラワーまあまあ嫌いなの多いですよね、カリフラワー嫌いな人結構多い。そもそも食べる機会はそんなないけど、そうなんですカリフラワーだってあれ好んでじゃなきゃ食べないですもん。そうやっぱ小学校の時にシチューの中に芋だと思って食べてみたら肩透かしくなったの。それ以降食えることは食えるけど、深いねそのエピソード深くねその発言超浅いと女の子が私カリフラワー好きだよって、ああそう美味しいよねって言って、俺も普通にもう 無表情で食べられる感じの嫌いなぐらい深いね深いでしょダメだナビ聞かん道教えてくんない。え、どこ？え？これ、これ行くの？桂川渡っちゃうよ。これ合ってるね。あ、すごいとこにあんだ。どっちこれ？これね、こっちしかないか。すごいな、この登り。すごいよ、これしかもガッタガタだし。すごいな、これD かな？ D 島多分ね、これ A、B 書いてあるうちの D ここいやすごい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 他にすごいね。それをね、30人ぐらい。これすごいな。広い広い。すごいね。荷物はその箱によっか。うん。結構ありますから。よし。まずは。バイ。炭酸炭酸のやつです。お、大丈夫。あ、やっぱり。ああ、うわうわうわ。何してる。